20年後この安保法制のこと、平和安保法制ですね、このことを考えたとき、あれが日本の分岐点だったんだなと、戦後と戦後70年を分かちつつ、そういうこの法案だったんだと、多分我々は気がつくと思います。その時、この今国会の前の場で日の丸を掲げ、私たちは集会を開きました。そういう時であります。私たちは歴史の転換点に立っております。そして歴史を動かす力になりつつあります。そういう意味で今日は本当にありがとうございます。この人が出ると集会が終わるという方を紹介したいと思います。それでは、まもなく皆さんと一緒に日の丸を掲げて国会前を歩く時間が迫ってまいりましたけれども、その前にこの方にお話を伺いましょう。日本世論の会会長の三輪和雄さん、お願いいたします。私もですね、早く官邸前に歩きたいんで、話はごく短くやりたいと思います。今永山さんがだいぶねヒートアップした演説をいたしましたが、私ね、このことに関してはね、もうヒートアップをする必要もないんですよ。世界中でこんなのは当たり前のことなんです。で、日本だけですよ、このおバカが騒いでるのは。でね、一昨日の金曜日も、今日はほとんどおバカの人いませんが、いたんですよ。で、おバカの人たちとちょっとお話をさせていただいたのね。で、まずね、この安保法制反対とか彼らは言ってんだけど、で、その時に中丸さんという次世代の前代議士が、これをその反対派の人にですよ、読んだ人は手を挙げてくださいと言ったんですよ。でね、普通だったらああいうところで言ってるわけだから、まあ理解してるかどうかは別にして、5人や6人は手を挙げると思ったんですよ。1人も挙げない。それどころかみんな顔を背けるんですね。大体こんなもんですよ。それでその後我々が引き上げようとしたら、彼らのまあリーダー格なのか、1人のおじさんがですね、つかつかしてずっとまあ討論みたいなことをやったんですが、これがね、もうこの世のもんとは思えないようなお粗末さでした。まあ、一応日本語は喋ってるんで言ってることは理解できますけれども、話し合い話し合い話し合い、九条の精神とか言うんですよ。で、九条の精神はいいですけどね、憲法九条なるものができてもう70年近くなってんのに、世界中でそんなにいいもんだったらどっかが真似しましたか？全然真似しないんですよ。まあね、コスタリカだけです。コスタリカなんてのは 米軍の基地がドーンとあって、もうあれはほとんど申し訳ないけどアメリカの属国で、あそこに手出したらアメリカに100倍返しになるから誰もやらない。大体コスタリカの周りには中国も北朝鮮もないんですよ。全然状況が違う。で、それ以外はもう彼らが平和だ平和だというスイスなんか、もう徴兵制の超軍事国家ですよ。でね、その九条の精神なんてことを言って本当にいいもんだったら、せめて10カ国か20カ国、国連加盟国がやって200あんだからあってしかるべきだけど、全然そうじゃない。もうね、日本でね、こういうおとぎ話がずっと続いてるんですよ。で、朝生なんていうの、朝まで生テレビなんて見るとね、こういうことをやってると戦争に巻き込まれて自衛隊に行く人もいなくなって徴兵制だなっていう、これね、全く同じことを20年前に言ってるんですよ。つまり PKO 法案の時、田畑なんてじいさんは今よりもうちょっと若くて、全く同じようなことを。で、その頃まだバッジつけてなかった辻元なんて お姉ちゃんね、今はおばちゃんになりましたから、それが同じようなことを言ってる。で、もっと言えばですよ、70年安保だって60年安保だって、あるいは全面講和単独講和の頃からね、ずっと何かことあるごとにもう戦争に巻き込まれる戦争に巻き込まれるという壊れたレコード、まあ今は CD かもしれないけどのようにずっと繰り返してるわけでね、私なぜこんな自信持ってるかというと、左翼の好きな用語で言うと、我々は歴史が味方してるんですよ。歴史の真実は我々の言うことを肯定してるんですよ。ですから皆さんね、自信を持って言ってください。私もこういうことで奴らと接してね、まあ、昔の左翼以上におバカです。もう例えば昨日ね、札幌かなんかで戦争に行かないなんとかなってやったんですよ。誰がお前なんかに戦争行ってもらいたいと思うかと、ね、ただ戦争に行かないのは勝手だけど、チャイナが来た時にそいつは逃げ惑うんですよ、ね、ところがそういう人を、それは戦争に行きたくないって気持ちは分かる、銃も取りたくないでしょう。しかし敵がいるんだよ。だとすればお願いします、この安保法案、平和安全法制を通してくださいというのは、戦争が嫌だという人こそ我々の100倍1000倍言わなきゃいけないですよ。
ういうね、もう完全に盗作した論理が、これはマスコミというのがこういうあれですから伝えちゃうんですね。ですから皆さん、我々ね、ありとあらゆることをやってますが、はっきり言って一番私はこれに自信があります。しかし我々の方がまだ世論調査見ると少数派ですよ。で、PKO の時だって反対が多かった。ところが半年もすると PKO 賛成が朝日新聞でも増えたんですよ。つまり我々には必ず歴史が味方します。皆さん必ずね、この瞬間を今日の日付が分かるように自撮りを写真撮ってください。そして自分たちの子孫に自慢してくださいね。あと何十年後か、おじいちゃんおばあちゃんはバカなマスコミはじめ、で、その当時の朝日新聞見せるんですよ。反対したやつが多い中にね、私たちはこれだけ少数派として国会まで来て、この暑い中反対をしたんだというね、これは皆さん本当に誇るべきことです。ぜひぜひ今日の日付が分かるような格好で写真を撮って自分意思を飾っていただきたいと思います。そしてそのためにも我々絶対間違ってないんだから、明日から100倍返し1000倍返しで言いましょう。あのね、ほとんどのやつは何にも分かってないくて反対をしてるだけです。本当に私それは自信を持って言います。私は上から目線で語ることはあまり好まないが、しかしこの点だけはもうマスコミが全部こうですから、上から目線じゃなくて、まあ、あなたはバカだとは言っちゃいけませんけど、もう心の底から哀れむような格好でですね、諭してやっていただきたいと思います。繰り返します、絶対に我々のやってることは歴史から見て正しいんだということです。ともかく徹底的に頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。はい、皆さんもだいぶヒートアップしていただきました。